どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も最強の TNT モッドやっていきます。今日使う TNT これだね。モブ TNT、 モブスウォーム TNT、 アトミックモブス、長い名前が長い。まあ、とにかくモブが、出てくるやつかな。これをちょっと試してみようと思います。やっていこう。じゃあまず最初がモブ TNT だね。逃げろ。どんな感じだ。お？あ、モブが、なるほど、一体生まれるんだ。あ、じゃあこれ別に逃げなくていいな。おお！あ、いろんなやつがランダムで出てくるっつーわけね。あ、なるほどなるほど。うん。どうだ？あの、モブじゃない馬とかも出てきたんだけども、これどういうこっちゃ。じゃあ次はこれだね。モブスウォーム TNT。これをやってみよう。あ、なんかモブが2体書いてあるやつだね。っていうことは2体出てくるっていうことか。どうだ。おお！なんでこれ。むちゃくちゃ出てきた。二体どころじゃない。なんだこれ、100匹ぐらい出てきたぞ。わあ、地上なのにイカとかもいる。なにこれ。いや、これ普通にね、サバイバルでこんな中に突っ込んだら死ぬね。間違いなく死ぬやつ。じゃあ次は、こちらモブスウォームでしょ？アトミック。アトミックだからもう、すんごいっていうやつでしょ？これどうなるんだ。アトミックモブスウォーム。使ってみましょうか。これ大変なことになるんじゃない？どうだ？おお、何これ。ミザーだ。うるさいうるさいうるさい。あ、そうかそうか。こういう時に、あれか。アンチモブ TNT。これをぶっ放せば、多分いいんじゃない？ちょっと待って。オーケー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 。アンチボム。どうだ。ん？おお。いや、あっちの方でまだウィザーがだいぶ暴れてるけども。まあまあ、ある程度の敵は、このアンチモブ TNT か。これで倒せるっぽいな。ちょっとうるさいから、ちょっと。退場してもらおう。よし。いやー、うるさかったね。わー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 言っちゃった。じゃあ次これがね、アロー TNT。 アローはなんだ。矢が出てくるの。え、矢が降ってくるとかそういう感じ。アロー。あー、なるほどね。そこを中心に360度矢がね、ポーンって出る感じか。これ攻撃だね。あ、まあまあ TNT 攻撃か。ドーンと。いやー、威力としてはそんなになさそうだよ。いやー、このアトミックモブめちゃくちゃすごかったね。ウィザーがむちゃくちゃ出てくる。これでエンドラと戦えばどうなるんだろう。ウィザーとエンドラが戦い合ったりするのかな。まあとりあえずやってみましょう。では、行ってみましょうか。ここの端っこからずらーっと押していこう。多分これね、落ちるかもしんない。落ちるかもしんないけども、まあ、それ覚悟で、ちょっとやっていきます。いけー！落ちるなよ！あー、なんか変になった！待て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 ！なんか、やばい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 ！いや、見事に落ちたね。全然ダメだった。やっぱりね、20個ぐらい一気に行くとダメみたいだね。処理が追いつかない。なので、3つぐらいにしようか。いや、
4ついけるかな。4ついってみようか。多分それならばいけると思うので、4つぐらいでちょっと調整しながらやってみましょうか。まあ、果たして戦ってくれるかどうかだよね。いけ、間違えた。オッケーオッケー、逃げろー。うわー、じゃあ、これは落ちないぞ。待って待って、エンドラと戦うのかいお前たちは。えらいこっちゃ。ウィザーがエンドラを追いかけ出した。追いかけ出したよ。さあどうだ。えらいことになってる、えらいことになってる。いやもうなんかすごいわけがわからなくなってる。エンドラはね HP そんな減ってない。でもウィザーがねすっげー固まってるのよ。固まってるから多分ね自分たちの攻撃で自分たち傷つけ合ってるんだよね。あ、倒した、倒したけども、わけがわからない。一応倒した。もう倒した後がカオスよ。もうどうしようもない。もうこのフィールド終わったな。いやもう最後がねわけがわからなくなったね。これやりすぎると、もうなんだろう、パソコンにね、ダメージがいきそうなんで若干怖いんだけどね。まあ、ほどほどに召喚すれば、面白くやっていけると思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なんじゃこりゃー。